河川の一つである。ただし、ハンガリー小平原は、ハンガリー国外へも続いているものの、マルツァル川の流路は、全域が、ハンガリー国内のみを流れている。ハンガリーアルミニウム石で流出事故の際に、この川は汚染された。なお、カタカナ表記では、マーチャル川などと書かれる場合もあるものの、本港では以降マルツァル川に統一する。マルツァル川は、おおむね、南から、 北の方向へと流れており、その長さは約 100km、流域面積は約3000平方 km である。流路の全域がハンガリー国内の西部でベスプレーム県とバシ県との県境付近を流れている。マルツァル川はドナウ川の支流の一つであるラーバ川の右岸へと合流するラーバ川の支流の一つである。ラーバ川もマルツァル川も共に ハンガリー小平原の南端部を、おおむね、南から北へと流れている河川だ。そして、マルツァル川の下流部には、このラーバ川に沿うように、数キロメートルの距離を置いて、ほぼ平行するようにして流れている場所も存在する。事故前、2004年頃のマルツァル川は、は赤泥流出が起こってから1週間後のマルツァル川の様子。2010年10月に発生した。 ハンガリーアルミニウム石で流出事故の際に、マルザル川には、マルザル川の支流の一つであるトルナという小川を通して、アルミニウム工場からの排水が流れ込み、マルザル川のトルナ川との合流点より、下流川も汚染された。この時、これ以上下流の河川への汚染の広がりを食い止めるべく、ハンガリー政府がマルザル川へ石膏を流し込むということを行った。しかしながら、 この作戦は失敗し、結局マルツァル川の合流先のラーバ川も、ラーバ川の合流先のドナウ川も、この事件によって流出した排液によって汚染されてしまった。この排水には重金属や強塩基が含まれていた。赤色の酸化鉄も含んでいたため赤霊とも言われる。AB マルツァル川とその流域について、ありがとうございます。